これ多分いろんな文法事項の中でも多分皆さんを苦しめたものの、一つかなと思うんですけど、関係代名詞というやつです。はい。Hey, what's good? It's your boy S to the H. Oh, and you're now watching Hip Hop で学ぶ英語チャンネル。Yes, yes. How are you? Bye, bye. はい。はい、ということで。いろいろこれまでもやってきましたが、これで、41回目ということで、41回目、はい、新たなまた10回が始まっていくわけです。お、はい、でこのタイミングでですね、ちょっと新しいことをやろうと思うんですが。新しいこと何ですか？はい、今までね、いろんな品種を扱ってきました。名詞だったりとか、動詞だったりとか、形容詞、副詞、でその中で形容詞って名称を修飾するみたいな話を出してたと思うんですけれども、世の中の物事って、そんなにこう簡単な物事ばかりじゃないから、一語でこう表せるものだけじゃないんですよ。皆さんもそうじゃないですか、今生きていて。で全部が全部そう簡単じゃないんで、一語じゃなくてやっぱこう文で説明したいみたいなこともあると思うんですよ。例えば、美味しいパンでもいいけど、昨日私が食べた美味しいパンとかって説明したいこともあるかもしれない、とか、友達っていうふうに言う時も、ただとなんか親しい友達だけじゃなくて、メルボルンに住んでる親しい友達みたいな、いろいろ文で説明したいこともある、でそれを可能にするのがですよ、これ多分いろんな文法事項の中でも多分皆さんを苦しめたものの、一つかなと思うんですけど、関係代名詞と。来ましたね、来てしまったね。はい、まあ関係する代名詞、思い出したくなかったな。大丈夫です。僕はそんなに難しく説明するつもりはないんで、はい、難しかったらちょっと低評価、押さないでほしい。はい、で、これですね、今回、使っているのが、ブライソン・ティラーの、セルフ・ライチャスという曲から取ってきているんですけれども、はい、I'm the one、 私が、the one、まあ、その人を表すのにこう one とか使ったりするので、私がその人ですというふうに言っています。で、どういう人かっていうのを表すのに使われているのが、実はこの who's 以下なんですね。おー、こんな感じで、でこれでザマンっていうのを就職してるという感じになります。で、これ元の成り立ちをちょっと考えてみていただきたいんですけれども、まずこの文の主節って何でしょうというと、 I'm the one、私がその人です。もうこれで終わりなわけです。でもこいつを説明したいと、ザワンってどんなワンだというふうに言いたいときに、ザワン has been ダン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 という感じで、そのワンっていうのは has been treating なんで、まあ完了形の継続用語ですね。ずっと何々して treat 扱う you あなたを wrong 悪く、とあなたを悪く扱っている人なんだと。だからこの2つです。I'm the one、 私がその人です。で、その人ってどういう人かっていうと、The one has been treating you wrong という感じで、この文を持ってこの the one っていうのを説明している。これが関係代名詞の、使い方ということなんですね。ダメなやつだ。そう、ダメなやつだ。皆さん、ブライソン・ティラー、ちょっと反面教師として優しく接してあげてください。はい、で、ですね、これ、まあ、そんな感じで二文をこうまとめる役割を果たしているのが、こいつですね、ふう。で、まあ、これを持って、後ろからザワンっていうのを執着、しているということになるんですけれども、はい、大事なことは、そのふうっていうのが使われるということももちろんそうなんですけれども、この説明する文において、このザワンってどの位置にあるかっていうと、S か V か O か C かで言うとどれか。ザワンは S。S ね、そう。はい。
なんかこれ、ね、主客の、ね、関係代名詞っていう言い方をするんですね。ほう。だから、その風っていうのがこの中で主語の位置に入って Who's been treating you っていう感じになってるでしょ。ああ、なるほど。そうそうそう、そう、説明する文においてそいつがどこにいるかっていうのに応じて、でその位置もこう変わって、ね、これだなっていう感じでこの位置に来るというんですね。で、この場合、まあ、The one っていうのはこれ人だから Who が使われてますが、もしこれが物とかだったら、Which とかあと、まあ人でも物でもどっちでもそうですが、そろそろこれインクがあれですね。That が使われること、はい、なんで、まあ、いろんな、ものが使われますが、いずれにしても今日おさらいしておきたいことをもう一回言うと、関係代名詞っていうのは何かをこう説明する、うん、後ろから、SV を伴う形で、ある名詞を説明した時に使われますよっていうことです、はい。で、そのじゃあ使いたい時に二分にばらすことができますね、うん、で二分にばらしたときに説明する側の文においてそいつがどの位置にあるか、で今回は主語の位置にある、うん、でそこをこう風に置き換えてあげてこの前に持ってくるんですよというのが、まあ、その主格の関係代名詞の使い方ですよというのを、押さえていっていただければというふうに思います。はい、はい、そんな感じでいいですかね。完了形の継続用法とかも過去に扱っているのでちょっと探してみてみてください。おさらいもおさらいもしてください。はい、それでは最後、この文 Repeat after me でいきたいと思います。 I'm the one Who's been treating you wrong? Who's been treating you wrong? ということで、はい、この曲も、概要欄にリンク貼ってますのでそちらからぜひ見てみてください。はい、ぜひチェックお願いします。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。また明日。